こんにちは。アソカです。今回も自作ガンシップを作ってきました。今回は家にあるパーツだけで作ってきます。他日はというと、こちらのガンシップ動画投稿はしない予定でした。あまり気に入ってはいなかったんですけど、息子たちに聞いたところかなりかっこいいって好評だったので、投稿させていただきました。キャノンはボールジョイントなので、しっかり動きます。後ろのハッチはありますね。サイドハッチはつけておりません。そして翼になります。そしてエンジン部分ですね。とりあえずホイールをつけてます。上もメカメカしてます。マッドマックス風ではありますよね。サイドハッチも開きます。そして前方部分ですね。こちらにはキャノンが2つございます。続いてコックピット部分になりますね。とにかくキャノピーが不足していて足りませんっていうことなので、今回タイファイターのキャノピーをつけてます。ミニフィグも乗せて締めることができますね。2人乗りになってます。内装はこのような感じになってます。そして後ろは結構広いです。フラットパーツを貼っているような感じにはなってますね。こんな低いキャノピーでもしっかりミニフィグが乗れるところはすごいですよね。今回は自作ガンシップのご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございます。よかったらあなたの意見や感想も教えてください。